死んだのか。あなたの狭間だ、ウチハの者よ。俺を助けてくれたのか。いや、でももしかして死神じゃねえよな。いやまだ死にたくないよ。俺困ってるお年寄りを助けるのをモットーに生きてきました。痛みを感じるということはまだ生きているということだ。まるで岩をすり抜けたとしか思えんほどだ。と言っても体の半分はほぼ潰れてしまっていた。礼を言うのはまだ早い。その分の恩はしっかり。じゃあ何すりゃいいんだ。生きてるって分かったんなら俺は木の葉へ帰る。もっと仲間を守るか。なんだよ、今ならもっとコンビネーションもうまくいける自信がある。匂いは完全に消されてる。かすかな空気の流れや物音で。オビト、後ろだ。俺の血のついた苦悩はちゃんと捨ててやがる。今だったら死ね。ここは仲間は俺が守る。どいつもこいつもだらしねえ。現実を見ろ。なんだこのジジイ。いいか、敗者は同じくして存在する。これらは因果関係にあり切り離すことができん。お前が傷ついたからこそ代わりに助かった者がいる。私のやつとせっかく仲良くなれたのに、みんなともっと一緒にいたかった。俺はこんなとこに長いはしたくねえんだ。さっさと待てよ。よく考えてみりゃ木の葉のジジババならみんな知ってる。このジジイ、てめえ抜け人だな。まだらっていつの時代の話だよ。お前にとってこの現実こそ地獄だ。しまう死に損ないだがな。やめておけ。ここには出口はない。動くとせっかくくっつけた柱間の人造体が剥がれる。俺と一緒な。せっかく助けたの、この世の因果を断ち切る。それらだけの世界を作る。死ぬかよそんなの。お前もいずれ気づくことになる。なんで目を欲しがる。お前はもうシャリンガンを持ってんだろ。もう少しストックがあってもいい。なら俺がカカシと揃えばより強くなれるってことじゃね。待ってろよカカシ、リン。ご機嫌いかが。いいわけ。家賃いらないから心配ないよ。だからってお前らと俺を一緒にするなよ。逆にありがとうって感謝してほしいくらいだよ。まったく
それもちゃんと笑いのわかる君よりいいのがね。なら、お前らが俺よりレベル上だって説明してみろよ。リハビリを手伝ってるのはマダラが起きるまでに君を回復。で、こんなとこ抜け出してリンとカカシに会うんだ。外に鈴でも拾いに行きたいんすか。たまにバカ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 カシって何。そう、直接聞いてみたら。ちょっと質問いいですか。ああ、うんこにどんだけ興味あんだお前ら。何もそんな、うんこしねえくせにうんこみてえなやつな。お前は嫌。僕ら地面の中を移動できるからね。うんこの話してすんませんさ。その話じゃねえよ。まあ簡単に言うとね、本当の世の中の嫌なことを、死んだ人だって生きてることにできる。うん。ああ今度はバカバカしすぎて意味は分かんねえよ。俺は絶対外へ出るからな。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと馴染んできてる。さっき外行ってたんだけど。まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。僕の体を切るといいよ。その子はいい子だ。ありがとう、お前ら。よし、行くか。助けてくれたことには感謝するけど、俺は行く。多分ここへは二度と来ねえ。一応礼は言った。白いの、リンとカカシの場所はどこだ。他の分身体もあちこちの地下に点在してて情報をやり取り。頼む。霧隠れの実験体がどうこうとか言ってるけど、僕はよくわかんない。湊先生は何してる。誰。黄色い閃光は何。カカシ、リンを頼むぜ。リンを、リンを何とか守ってくれ。その前に少し言っときたいんだけど。なんだ。だからなんだよ。戦闘は僕が動いた方がいい。ヤツとのコンビネーションは俺のが上だ。俺とカカシ、先獣と内派両方の力が合わさればなんだ。あそこみたいだ。なんだ。